なと。昔思い出した。なんだろうな、これが。こんばんは、下田です。よろしくお願いいたします。
ヒロヒト天皇が亡くなった日じゃないわ、ヒロヒト天皇が亡くなった日じゃ、ヒロヒト天皇の誕生日や、ごめんなさい、亡くなった日に、ね、滅ぼされる。
の今日本赤軍の人私は打ち抜かれてるもんヒロヒト天皇さんの誕生日いうことで緑の日いうことでね今日の日が設けられましてこんな日に昭和歌謡祭りいうことで昭和歌謡祭かな、まあ、どっちでもいいですけどお祝いですけどね、ののちゃん、港町サタデーナイトの皆さんそして主催者の皆さんで、何を隠そうもここにいる皆さんもお客さんも私の神様でございます本当ありがとうございました短い時間ですけどみんなでちょっと昭和満喫していきましょうで、まあ見ての通りっていうか見ての通りじゃないな聞いての通りプリンセスプリンセスなんですよ我々のバンドのコンセプトは目を閉じればプリプリっていうことで目を開けたらなんだねっていう話なんですけどもねまあこれはいつも我々のバンドのモットーにしておりますで昭和の曲がねプリプリ実は結構少なくってプリプリは1983年から96年まで、活動してたんですけれども、結構有名になったのが平成入ってからっていうねちょっと残念なお話がありますが、まあ、我々とりあえず、昭和の曲を頑張ってセレクトしてまいりました、ということで一番今日の出演バンドの中では、一番平成に近いというかね新しめですよね、ね新しめなんですけれども、まあ、と言いながら新しめの平成に一番近い我々ではありますが、実はもう天国に一番近いぐらいの年齢を皆さん、はい経験しておりましてもういつ天国に行くか分かりませんので一回一回のライブを楽しんでいこうと思ってますはいすいませんもう介護気分で見ててくださいまあ、あと短いちょっと時間でございますがはいじゃあということで今から歌う歌はですねこれから夏が来るのに夏をすっ飛ばして秋の悲しい失恋ソングを歌いたいと思いますプリプリの有名なバラードといえばこれしかございません聴いてください